キャッチクエスチョンズアカデミー第35回、まず私の自己紹介です。こちらのウェブサイトでアプリを作ってます。デザインセンスの方は正直素人レベルなんですが、マニアックな動きするアプリ結構あります。世界ではそこそこ売れてますんで、もし興味がありましたらよろしくお願いいたします。それからツイッターもやっております。昔のツイート結構恥ずかしいものもあるんですが、まあただ最近はプログラミングに関してツイートしてますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは、今回は検索ができる機能を持つ、メモアプリですね。それをこう作ってみたいと思います。メモというかリマインダーだとかリストですね。で、配列にこういろいろ情報があるところが、この果物の、買い物メモみたいなものですけど、それをこのファインドっていう、機能を使って、検証してみたいと思います。で、このファインドっていう機能、これ自分で作ったファンクションなんですけど、いわゆる引数で指定した文字列を、その配列の中から取り出して、その配列の、要素の、インデックス番号ですね、それをこう引き出すようなものになってます。これをプレイグラウンドで、まずちょっと動き見てみたいと思います。で、今プレイグラウンドに、こちら、入力したものですね、レモンって入力したもの、5番のインデックス、が、取り出されたと思うんですが、配列って0始まりなんで、0、1、2、3、4、5ってレモンがあると、思いますんで、この5番目のレモンの要素ですね、これがこういうふうに簡単に取り出せる。で、今回は次はオレンジっていう、ワードですね、それをちょっと入力したら、今度は2番か0、1、2なんで2番のインデックス番号がプリントにこう出力されたと思うんですけど、こちらいいところは部分一致もいけるんですね。で、ここ、部分一致したものの要素を全部取り出してくれるんです。で、0番と1番と、4番、4番これパイナップルなんですけど、APP っていう文字列で入ってるんで、これもヒットするんですね。こんな感じで買い物リスト、買い物メモから検索によって文字列から配列がちょっとその中に買い物リストの中に入ってるかどうかとか、そういったものを検証するようなアプリ、これを作ってみたいと思います。で、早速X コードの方に、今コピー&ペースト、させていただいて、先ほどプレイグラウンドでお見せしたものと同じような形で、これをちょっと使ってみたいと思います。で、ここですね、果物の、買い物リストですね、それがちょっとありまして、で、それを、この、自作の、ファンクション、find ってやつで、見つけます。で、戻り値がこうアレになってるんですけど、そのアレの中にヒットしたインデックス番号をどんどんこう足していくような、そんなようなファンクションになってます。それによって、果物の中で一致した配列の要素のインデックス番号が、呼び出されるわけですね。はい、では次に、今回X コードのシミュレーターで動かす関係上、やっぱその果物のリストとかがこう見れたらいいなっていうのもあるんで、ちょっとピッカーを加えました。配列をビジュアルでちょっと見れるようにするために、下の方にちょっとピッカー入れて、今入ってる果物のリストどうなってるかなっていうのを確認できるようになってます。で、このピッカーの動きとかそういったものは、私の初期の方の動画に、で説明してますんで、そちらちょっとご参照ください。で、これを使って、ファインドで、っていうファンクションで、見ます。で、今ちょっと貼り付けたところなんですけど、こちら、コンテンツビュー内のボディのところの、構造をこんな感じにしてます。この、ボタンを押したときに、サーチボタンっていうのをこうつけまして、それを押したときに、この文字列の方にヒットした要素ですね、買い物リストの中の果物をこう出力してくれるような、そんなような仕掛けになってます。コンテンツビュー内の一番下に、こちらのシングルピッカーっていう名前の、いわゆるピッカーですね、配列の要素をこう見れるような、ドラム鑑識の選択項目が出るようになってます。で、もう一回復習しますと、V スタックの中が今この中になってまして、その中に、検索でヒットした、買い物のリストの中には果物を見つけると、そういったようなもの、
これが、今ちょっとビルドしてみてちゃんとできるか、見てみたいと思います。左側のシミュレーターの方ご注目ください。で今ビルドして、立ち上げたところなんですけど、早速、ちょっとコードと見比べながら、見ていきましょう。まずですね、こちらの、ファンクションですね、こちらの中の、サーチボタンですね、検索ボタンなんですけど、検索ボタンを、押すとどういう動きになるかっていうのがこの箇所ですね。検索ボタンの文字がサーチドに変わって、ファインド機能が、働くと。で次ここがテキストフィールドですね、いわゆる検索ボックス、テキストを入力するところになってます。でその下にこう今は見えないんですけど、検索結果が、文字列として、表示されます。今空白になってるんでちょっと見れないんですけど、このスペースに、検索結果が出ます。はい、で、先ほど言いましたシングルピッカーの、ストラクトですね、こちらの買い物リストですね、果物の、買い物リストがこのように入ってます。でこれを、検索して、この果物の買い物リストの中に、入力したものが入っているかどうかっていうものをチェックするような、そういったアプリになってます。早速テキストフィールドに文字を入力しようと思ったんですけど、これキーボード出てこないんですね。これよくやっちゃうのがパソコンのキーボードとかでこれ入力しちゃったりするとこういう事象になっちゃうんですけど、ちょっとシミュレーター上でキーボードを呼べるようにするためにここを、クリック設定すると、こういうふうに出るようになります。これちょっと豆知識でした。で早速検索ボックス内に APP っていったものをちょっと入力してみたいと思います。これで検索のサーチボタンを押してみると、どうなるでしょうか。プレイグラウンドで動き先ほど見たと思うんですが、それと同じような形でこの APP っていう文字列を買い物リストからこう見つけます。で今回番号じゃなくて、番号からさらに配列の中の要素を取り出せるようにちょっと仕掛けましたので、ちゃんとアップですね、それとパイナップルとかもこうヒットしてますね。この買い物リスト内にちゃんと入ってますね。でちょっとキーワード変えてみましょうか。で今度は、レモンってしてみる。これでちょっと見てみましょう。はい。はい、で、傑作結果が、押すと、ちゃんとレモンヒットしますね。出てきますね。この最後尾にあるレモンですね。で、今度またちょっと書いてみましょうかね。今度は、先ほども、まずはちょっとないやつちょっと見てみましょうかね。キャット。これ買い物リストの中入ってないやつですけど。ないと、やはり空白になっちゃいますね。なんで何も出てきません。で、今度は、もう一回ちょっとアップ行ってみましょうか。はい。こいつはアップル。最初の大文字と小文字です。これ区別されずにこう検索ヒットします。で、こんな感じで入力したキーワードの部分一致したものが買い物リストの中からインデックス番号が最初取り出されるんですけど、今回その X コード上だと番号だけだとちょっと分かりにくいので、でここがですねいわゆる入力した文字と、配列の、買い物リストの中の果物が一致したかっていうのをこう見極めるような if 文になってますね。で一致すると、配列の ARR っていったの配列にこうインデックス番号を足していくような、で終わったら、その配列ごと返すみたいなものですね。で一致した番号から、このアップルとパイナップルですね、アップル、お文字と小文字はちょっと区別されないんですけど、それを、導き出すといった、そんな関数になってますね。でこちらの方がシミュレーター上の iPhone 側にこう表示されるようなボタンだとか配置されてますね。でこれは検索ボタン、サーチボタンですね。でこの中に、先ほど書き溜めたアレイですね、これ買い物リストなんですけど、買い物リストの中から、一致した番号はもう取り出されてるんで、その番号ですね、その番号を指定してあげたら、所定の、一致した果物ですね、それがテキストとして表示されるっていうような、そんな仕組みになってますね。はい、で、文字として表示されるのがここですね。テキストとして、ここに、足されてます。はい。
まあ、テキストもこんなような書き方すると、ちょいちょいこう足してってくれるような書き方になります。まあ、いわゆる文字を連結させるような書き方ですね。はい、で、もう一回ちょっと見てみましょうかね。STR とちょっと違う文字を使うと、はい、ストロベリーがヒットします。はい、まあ、こんなような感じで、まあ、部分、入力した文字と部分一致したものが、まあ、検索されるといった、まあ、そういったものでした。ソースコードの方は YouTube のコメント欄にこちら書き残しますので、もしよろしければ時間のある時に、まあ、復習などしていただければと思います。またチャンネルの方も登録とかしていただきますと最新の情報を お送りすることができますので、こちらのアイコンからチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。